こんにちは。そう、これが多分編み込みカチューシャかなって思ってるんだけど、どうかな、どうかな。そう、なんかあったけど、でも無事始められたので良かったです。そうなんだよね。そう、よし、めっちゃタコが来た、ありがとう。そうなんです、なんかこの時間に始めるのなかなかないよね。珍しいことだと思う、私にとって。珍しいこと、パスワードとかはもう全部メモってるので、もう全部メモってるので。そう、だからなんとかなりました。あ、ドラえもんの時間か、そっか、そうだったね、ドラえもんの時間なのか。私はもうドラえもんは金曜日の、今日土曜日だもんね、金曜日のイメージでした。ドラえもんからの M ステみたいな感じじゃなかったっけ。そうそうそう、今日から6月ですね。楽しみ、6月。楽しみ、いっぱい。さあ、甘い時間にしていきましょう。コナンもね、土曜日だもんね。あ、そうなんだ。ドラえもんとクレヨンしんちゃん逆になったんだね。ドラえもんクレヨンしんちゃんじゃなくて、クレヨンしんちゃんドラえもんになったんだ。そう、そういうアニメ系の話で言っても、私は今日ずーっと妖怪ウォッチを見てた。そう、妖怪ウォッチのジバニャンずーっと見てた。もうずーっとずーっとずーっとジバニャン見てた。でやらなきゃいけないことをやって、でまだ終わってるかって言われると、まあ大きいことが、小さいやらなきゃいけないことは1個終わって、大きいのはまあ3分の1終わったぐらい。もうジバニャンが可愛かったです。そう、あのガブニャンとかのやつを見てて、あれってさ、私テレビ東京でやってるのしか記憶がなくて、テレビ東京はちょっと早めに妖怪ウォッチやって、その後にちょっと遅れてごちゃんで朝早い時間にやるっていうのが、私の新潟のそのテレビ的にそういうなんていうのチャンネルなんだけど、そう、自分はテレビ東京が昔は入ってなかったから、今は全然わかんないんだけど、だからその病院とかインフルかかった時とか、そういう時にあのテレビ東京が出てるじゃないですか、あの病院とかでさ、子供スペースのところにテレビがあって、そこでテレビ東京の妖怪ウォッチがやってて、でその時にちょうどガブニャンの放送をやってて、私はもうインフルで辛い中ガブニャンを見てた記憶がめっちゃあるの。そう、そのイメージがあります。あと今日めっちゃなんか喉がちょっと違和感、お水飲みますね。大丈夫？トムです。そう、私はでもどれぐらいだったかな、あのガブニャンの そうでもテレビって本当に見るよね。
6月もよろしくね外出先なので無音で視聴者わかりますか。私は一緒に暮らしちゃって、その子の名前がトム。集めてたっていうか、なんか勝手にいただいた やつ、クワガタ B ランクぐらいのクワガタのやつあとブシニャン、ブシニャンだったかな、わかんないけどのやつ持ってた気がする。メダル懐かしいね。本当にジバニャンが好きだなってジバニャンめっちゃ可愛いの、本当に。なんか一つ一つウィスパーとの絡みとかなんかテロップ何にしよっかな、6月スタートにしよう。皆さんもジバニャンのことを、ジバニャンのことをぜひ見てってください。どうかなと、なんだろう、見てるもの、あ、今日の仮面ライダーはまだ見れてないから後で見ます。でも録画しっかりあります。そう、ジバニャン推しね。そう、ジバニャンも推して、私のこともぜひ推してください6月からでもいいので。あ、そう、定型文リニューアルしなきゃって言いながらずっとしてない。あ、私んち なんていうのちくわみたいな、あ、来ないかもそう、スイッチはやってないけど、なんかさ、課金して有料のさ、つぶとぎしてる。かも爪が長く、なんか妖怪ウォッチ続けますね妖怪ウォッチのあのなんかさ、スマホ版の版がちくわなんだよね。好き、ちくわは嫌いじゃないので。あ、そうだ、明日2日公演にの前座で私は出るので、ぜひよろしくお願いしますぜひ。ちくわあるのかな、冷蔵庫の中。あったら食べてみます食べてみます昼公演よろしく、こちらこそ。なんか明日は来る方が多いみたいなので、ぜひよろしくね。夜よろしく、よろしくね。 DMM もよろしくねうん、なんだろう、あといっぱい話したいことあるけど、あ、今日コルドラ朝から対戦してくれてありがとうございました。そう、花江さんの協力のもと無事倒すことができました。さあ、花江さんにどう報告しようかなって今ずっとまして直接言うのか、それ
直接言おうかな。そう、お礼をしないと。そう、明日会えるから明日お礼をしとしようと思います。よいしょ。あとなんだろうそう、なんか私ずっと熊のとこに残ってるんだよね、まだ多分。もうずっとスクショにもチャットにもすぐの、そう、あとなんだろうね、そうそうだそうだ、食レポでもしようかな。昨日サーティワンのアイスを食べたんですサーティワンのアイスを食べました。やった。選んだのは何だと思いますか。お母さんがバースデークーポン食べれるって言ってみたいな。だからそう、私も2個買っちゃった。2個ダブルやつ。なんかちっちゃいダブルね、ちっちゃいダブル2個だと4個になっちゃうから、ちっちゃいダブルを買いました食べたくなっちゃって。私もお母さんと一緒で、どう、なんか欲張っちゃってそう、機会ってなくて、だから食べました。スモーで、しかもカップにしたの。私いつもコーンなんだけど、カップにした。そう、食べた味はキャラメルリボンですめっちゃ美味しかった。世界一美味しいかなって感じです。キャラメルリボンが世界一美味しいです。コットンキャンディーもなんかやっぱチョコミント風味のポッピングシャワーにしました。よかった。そう、あとキットカット1個もらった。なんか無料で1個もらいました。ください宣伝なんか待ちしたけど、なんか意外となんかパチパチっていうより、なんかなんだろう、なんて言えばいいんだ、パチパチだけじゃないじゃん。パチパチあるけど、そのそう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 チャラララーンって感じのやつ。サーティワンといえば、にその友達とサーティワンを食べてから劇場に、なんかその日だけちょうどサーティワンがなんか今日はお休みさせていただきますって日で、なくて悲しかった思い出があります。で普通にアイス買って食べて、そのアイスを買って食べたん、あ、そう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 、なんかアイスを買って食べてて、いっぱい話してたその時にそういいよね、アイスにも
水を飲みます。水が美味しい。そう、なんかさ、なんか痛いってわけじゃないんだけど、なんかたまに来るんだよね。なんか喋ってるとなんか話しづらくなると怖い怖い意外がほどじゃないんだけど、なんかでもさ、この咳をずっとし続けると、あ、これはどんどん声が出なくなるやつだと、ずっとなんか違和感残ってるけどそこまでじゃないなーっていう時とそう、なんだろうね、なんかよくわかんないけど喉がちょっと痛い違和感があります。痛いほどじゃない。でもなんか今やっぱ風邪流行ってるみたいだから気をつけてマスクとかしていこうと思います思います。そう、なんだろう、いっぱいいろんなこと話したいけど、何かネタありますか？ネタありますか？なんだろう、明日の公演、東京からうちはペンライト持って待ってます。わざわざ東京からありがとうございます。換気休憩あった時は途中で龍角散使ってた。龍角散やっぱいいのか。あ、3期生さん加入から2年なんだね。早い。でも2年でさ、あんなにもうなんか貫禄があるじゃないですか、3期生さん。だからすごいと思う。龍角散飲んだことないし、なんか飴とかもあるけど食べたことなくて、食べてみたい、食べてみたい。うん、あんまり美味しくなさそうなイメージがあるけど、でも喉にいいらしいのでそう、こんにちは。なんだなんだ、靴のメーカー、靴あんまりよくわかんない。私もう何も、私今日ずっとお家にいて、お家でやることを全部なんか書いたりとか入力したりとかずっとやってました。入力したりちょっと気持ち悪い手になっちゃったけどそう、オレンジとピンクの龍角散、マシーさんカラーだ。そういうこと？いいね、そういうのもあるんですね。内職じゃないよどういうこと？あ、授業中の内職ってことね。そういうなんか、まあ学校の課題ずっとやってましたそう、絶妙なところでこのここに来ない。あ、来た、よいしょ。あ、ダメだ。あ、ごめん、ごめんね、めっちゃごめんごめんね。めっちゃ私も今肘めっちゃぶつけたんだけどめっちゃ痛いそう、ちょっとさよならしてしまったけど、なんかそう、今めっちゃトムの毛を食べました今めっちゃ本当に肘が痛い。あのビリビリするやつのぶつけ方しましたそう、寄ってくるけど、なんかこう抱っこされるのはあんまり好きじゃないかも。
そういつもね、そう教室の椅子が一番ビリビリする。壁に穴は開かなかった、大丈夫、この壁は頑丈なので。そうトムはもう猫らしい猫だよね、本当に本当に猫らしい猫です。何？ハニーボーン、ハニーボーン、ハニーボーンを起こしました、私は今。あ、でもなんか治ってきた、大丈夫、明日の前座には影響はないです、ないですないです。なんかタンスに足の小指をぶつけるのとはまた違うよね、なんか痛いっていうよりビリビリビリって感じじゃん、なんかここここ、この指の先までビリビリが来るって感じなんだけど、足の小指はもうなんかその場でもう立てないぐらい痛いじゃんそう、なんだろうね、影響はないです、ないです、そうそうなんです、ないです、ないですそう、こんにちは。じゃあテロップ変える、1700人目指してますに変えます。よし、あ、もうあと46人、やったー佐藤ひろか影響ありませんって公式に今発表あった、本当本当意外と信じるんだけどな。そう、もう痛くない、今もう痛くない、マイク持つ手だからさ、あんまり明日も動かないからここでずっと大体止まってるからうん、16日当選したら行く当選期間ぜひ当たりますように。16日って私出るっけ、どうでしたっけ私より私8日以外は出るから16日、ぜひ大丈夫です、私が出るので絶対に当たります、信じてくださいよかった、出るみたいなので。こんにちは、そういっぱいいっぱいあるもんね、本当に。明日も公演に出るのでぜひよろしくお願いします。あ、そうそうだ、なんか日向さんを見てて、なんか日向さんすよす噛んだすごいなーって改めて思いました。なんか日向さん、なんかどの瞬間でも可愛くなくないからすごいなーって、可愛くない瞬間がないのがすごい、そう大切なところで今噛んじゃったんだけど本当になんか日向さんになりたい、なりたい、なんかもうアイドルじゃないですか日向さん、本当に。なんだろう、なんかすごい思うのが、なんか本当になんかね、あのメイクさんとも話したんだけど、なんか日向ちゃんはなんかどこを切り取ってもなんか例えば映像があってそれを停止ボタンを押しても
可愛くない瞬間がないんだって、絶対に可愛いんだって。そう、それがすごいなって思います。今太陽したんだけどそう、なんか亀子さんのお写真とかもさめっちゃ見てるんだけど、あの本当に日向さん絶対にそう、なんか可愛くない瞬間がなくて本当にすごいしかもその表情一つ一つが全部笑ってるとかじゃなくて違う笑い方だったりとか、なんか本当に研究してるからすごいなーってそう、私はなんかちょっと事故かなーって個人的に思うのがいっぱいあったから、そうだから日向さんを見習って見習ってそう、ありがとうみんな。そうでも亀子さんの写真をもう全部保存して、それでもう全部あのアルバム作って入れてるぐらいだから、本当に本当にそう、もう保存してます全部。なんかすごい、なんか改めてすごい人と同じステージに立ったんだなーって思います。そう、あでもあの順序よろしくのコンサートでの順序よろしくのあの葵ちゃんと背中くっつけてる時の写真がいっぱい出てたんだけど、なんかすごく可愛く撮ってくださった方がいっぱいいらっしゃって本当に嬉しかったそう、そうバックダンサーもなんか私が一番バックダンサーでなんか変わった気がする、個人的に変わったかはまあ分からないんだけど、バックダンサーのなんだろう経験がすごいなんか今のやる気につながってるじゃないけど、バックダンサーでなんかすごい褒めていただいたこととか、逆にもっとこうしたらもっと良くなるからって言われたこととか全部こう吸収してなんかより強くなれたかなって個人的には思ってますあとあんなに可愛い衣装着れたしね、本当に可愛かった。リボンとかバックダンサーのシャツにめっちゃ可愛いふわふわのピンクのスカートに可愛いキラキラのリボンをつけて日向さんの後ろで踊らせていただいたから、もうなんだろう、そこでなんかより自分の勇気がこう勇気パワーがすごい、なんて言えばいいんだ、パワーをつけられたかなって思うそんな感じです。そうだね、これからはもっと可愛い衣装を着たいですね。私は本当に春床の衣装が大好きで、春床の赤い制服衣装がもうこの世で一番可愛いんじゃないかって思うぐらい大好きだから、いつか着れたらなーって思いますしでなんかさっきのトムの毛をまだ食べてたかも。あとなんだろう、皆さんの好きな衣装は
あと高級衣装も好きだしそうだね、自分の名前が入った衣装をいつか着たいです、着たいです。もういっぱいあるからさ、着たい衣装。でもコンサートで本当にいっぱい着れたのが嬉しかった。クライミングトムの衣装とか、あとなんだろうな、チャチェック、今の思い出いっぱい公演のアンコールでの衣装が着れたのもすごい嬉しかったし、渡り鳥の衣装めっちゃ着てみたいです。でもなんかあれはもうさ、なんかレア感があるじゃん。あ、青春時計も、青春時計と渡り鳥はなんかレア感があるから、まだまだ早いかなって個人的には思うかも。あ、あとセカオの衣装もうまだ早いかなって個人的には思います。春どこもね、春どこはもう最終目標だけど、あ、セカヒトももう全然もう信じられない憧れで、そうセカヒトはもうそこのそこのそうあれはもうなんかもうなんかやっぱシングルのさ、表題曲のあれはもう全部レアだよね、レア今語彙力を失ってしまってるんですけど、そうなんだよね。そう、渡り鳥もね、そう嫌いなのかもしれないのさ、あれやりたい、テレテテテテレテテテそう6色のやつ着てみたい、そう着てみたいし、あとなんだろう、あとなんだろう、あとなんだろうそう今大人になる前にさ、1回っていうか何回かもう年少組でやってると思うんだけど、5人、私はその5人に入れなかった1人なのでそう6人の曲だったら私ギリ入れたんですよ、ギリ入れたそうだから残念ながらギリギリ年少組の5人に入れなくて、その確かゆあちゃん、あゆ、あおいちゃん、あこまあおいちゃん、あんなかな、その順番で、その次が私なんですよ下から数えていくと。なんだけどその5人の曲だったからギリギリそう漏れちゃって下から6番目だから5人じゃなくて、そうなんです、そうなんですそうだったんですよ。そうめっちゃ4期の中だと真ん中、本当に真ん中の年齢、そう同じ年齢の、私2006年生まれなんだけど、じゅっちゃんとなーちゃんとさほちゃんが私と同い年なの でしかもさほちゃんが1日違いだから言って本当に同い年なんだけど、そうで葵ちゃんとかさ、アンナとかゆあちゃんとか本当にもう見た目がもうさ大人じゃないですか、だからそのなんか年少のギャップもめっちゃいいと思う、私はね、私は本当にいいと思う、そういうのが大好きだから、ギャップがあるの。あなたはとても可愛いです、嬉しい、ありがとうね、ありがとう。そうあ、そうなんかコマとアンナにもなんか
アンナのアンナが一番上でひろかがなんか絶対中学生ぐらいだろうなって思われたなんて高校2年生だったのその時。コマにも多分私と同じぐらいかなって思ってたって言われて、あわあそう、そんな下に見えますかねって思ったし、そうまあ若く見えるってことでいっかと思ったけど、あとなーちゃん、なーちゃんどっちだったっけな、なーちゃんかじゅっちゃんかさほちゃんに同い年って言ったらめっちゃ驚かれた記憶あるそうめっちゃ驚かれた記憶ある、めっちゃ驚かれた記憶がある、でも誰が驚いてたか覚えてないそうなんだろうね、いっぱい話すことあるかな、待ってその前に水を飲みます。1700人を目指しているのでぜひよろしくお願いします。でもたかしはなんだろう、話してるところを最初に見たから、そのなんだろう、たかしが一番最初にね話したんですよ、オーディションで。なんかオーディションを受ける子かなと思われてて、たかしにそうで話しかけられて、あそうなんです、オーディション受けますっていう話をしたところから始まってたから、そうゆたんがなんかなんて言えばいいんだろう、あんまりその年齢とか考えてなかったかも、めっちゃ身長高い子だなーって思った。そうそう高校生は最後の年だけど、アイドルとしてはまだまだなので精一杯頑張ります、精一杯頑張りますそうでもどんな風になるのかがまだ想像できなくて、想像できなくてどうなるのが正解なのかとかがないじゃないですか、この世界は。学校はもうなんか大学行くことだったけど、また別の世界だから、何をすれば何が何につながってるかが本当に読めなくて、そう、わからないわからないでもなんか学ぶことが一番大事なところは学校と変わらないから、学んでそう頭でも考えるところはあるけど、それ以上にさ、なんかやっぱダンスとかそういうところだから、そうでもお芝居にも挑戦してみたいけど、それはもう公演でなんだろう、表現力がある人だって思われないとそこにつなげることはできないので、まずは公演に出られるように頑張る頑張るなんか選挙ポスターみたいになったけどそう、そう私はそうあんまりその人と関わってこなかったじゃないけど、その特定の人と関わることが多かったから、なんだろう、本当に先輩方もそうだし、スタッフさんもそうだし、いろんなところでもゲームだったりとか、いろんな方と、そうファンの皆さんもいろんな方とお話しすることが楽しいことだっていうのも、なんかここであれ初めて分かったから、そう
そうだね、なんか面白い世界だなとは思います。面白い国語の先生を目指してたんだけど、なんだろう、先生になって何がしたいっていうのはまだ決まってなかったから、そう、私はアイドルになってこういうことがたくさんしたいっていうのはもう今ノートに全部書いてて、まだチェックは全然ついてないけど目標は一つ一つあるからそれを皆さんと一緒にこう目標達成できたとかできなかったとか、まあ、できたの方がいっぱいあるんだけど、それを増やして思いますそう、そう、私はさ本当に何だろう、ダンスとかも本当にできないし、歌なんてもう今もできないからそういうところを何だろう当たり前にしていく、行かなきゃいけないなと思ったりそう、たださ、なんか目標を書くっていうことだけじゃダメだと思ってて、それを叶えるためにどうするかっていうのも考えていかないと、そう、行動していかないとダメだと思うからめっちゃ真面目なこと言っちゃっただから本当に先輩方のダンスとかも表情とかも全部見て、そう、真似していくじゃないけど真似して、それでその中でも自分の自分らしさを作っていかないといけない。やっぱ二番煎じは面白くないっていうのはもうめっちゃ知ってるからそう、だからなんだろう、私だけの個性がないかなって思ってたりします、思ってたりしますそう、私はトークもなんか苦手だから、言葉を紡ぐことがすごく苦手だから、文を書くのはさまだ消したり取り消したりできるから、私はそういうとこはまだ苦手じゃないんだけど、だからつい書きすぎるところはあるけど、文を紡いでいくのは接続詞が足りなかったりとか、なんかチャット GPT みたいになんかもう本当にどうでもいいこと言っちゃうから、なんだろう、説得力があることも言っていきたいなとも思ってますそれはもう話す力はさもうどうすることもできないじゃないですか。そう、これからきっとまださ、なんだろう、4期生だから初めてだから、初めてってかまだ新人だからっていうことだけども、半年経ってるじゃないですか、もう半年だから、もうその新鮮さを使ってられないなと正直思ってて、それはもうスタッフさんとも新幹線の中でちょっと話したんだけど、なんかもう6ヶ月経ってるけどどう思ってるって言われて、その私はもう6ヶ月経ってるからもう4期生新しく入ってきた4期生とは言えないんじゃないかなって思ってますって思ってて、全てのコンテンツがもうさ使えるようになってるじゃないですか、ショールームとかチャットとかメールとか、最初はもうチャットとかさなかったから出る場所が少なかったけど、もう自分のなんだろう、私を伝えられる場所はいっぱいできてしまったからそう、だから一番さ NGT48 の中では日がまだ浅いけど、もう6ヶ月経ってるんだから
そんな感じです、そんな感じ、そんな感じ。どんどんとこう下に下がっていっちゃう。そう、ファイト、ありがとう。そう、どんどんこう壇上の下にこうさよならしちゃう。そう、もう6ヶ月経ってるんだよなーって考えると早いなーって思います、本当に。うん、すごい悔しい思いとかもいっぱいしてるけど、それ以上に何だろう、自分がハッピーになれるように頑張っていきたいなって思います。あっという間だった。そのあっという間の今までの 6ヶ月を無駄にしてきたかっていうと、私はすごく無駄にしてないなとは思ってるので、最初の11月12月初めてその準備期間は本当に何だろう、やることいっぱいあったけど、それ以上になんかあんまりアイドルになったっていう自分の自覚がなかったから薄かったなって正直思うから、その1月から本当に濃かった日にできたかなとは思ってます。でもそれは分からないから、でもいっぱい泣いてきたから、その泣いたってことはさ、悔しかったとかそういう思いが強かったから涙になってしまったから、その涙で終わるんじゃなくて、私はそれをなんか行動に移せたかなと思ってるので。そう、でもなんか楽しんでやってたらもう6月になっちゃったっていうところもほぼ半分ぐらいであるから、そう、もう本当になんか受付の時に皆さんと喋ってたらもう6月だってぐらい、あの本当になんか早かった。20分ぐらいで交代してたりとか15分で交代してたりとかいつもしてるじゃないですか、あの公演のお出迎え受付、その15分とかも本当に短く感じるぐらいだから、だからなんだろうな、そういう時間のちりつもで今になっちゃったなとも思ってます。そう、それぐらいの気持ちです。びっくりだね。推ししか勝たん、ありがとう。ありがとう。そう、ぜひ受付でもお話ししてください。なんかお話し会とかも多分これからあると思うから、ぜひ参加してください。4期生キャンプなんてもううるさくてうるさくて。そう、みんなあの食べることが好きだからさ、4期生だからみんな、例えばさ、キャンプでマシュマロ持ってきたとしても、もう一袋なんて3分とかでなくなると思う、マシュマロなんて。本当に本当にバーベキューなんてもうお肉の争奪戦だよ、もう野菜なんて残って、そう。本当にみんな、私も、私めっちゃ食べるの好きだし、そう、みんなも多分好きだから、え、そ
うマシュマロ一人一袋ぐらいじゃないと平等にならない、平等にならないっていうか、そのみんなが満足して食べ終えることはできないそう、4期生は本当に賑やかでいい、本当に賑やかそう、なんだろうね、そう、もう本当になんかいっぱいそれぞれにストーリー性があって面白いから、一人一人面白い子しかいないと思うから、そうみんな濃いから、濃い人だからそうまださ、なんだろう、あんまりそのこう一対一で喋る機会が少ないと思うから、なんだろう、あんまり話してるところとかも知らないかもしれないけど、信じられないぐらいみんな面白い子で、そう個性が豊か、本当に個性豊か一人一人なんかもう色がさあるから、すごい私はすごい第二の一人になってしまったんだなとも思いますなんか一人一人なんか大物感がある、正直言うと。みんななんか大物って感じ。なんかね、なんて言えばいいんだろう、みんななんかその道だけで行ってるわけじゃなくて、ギャップがしっかりあるって感じなんて言えばいいんだろうな、誰がいるかな、なんだろう、本当に何だろう、今例に挙げられないってことはそういうことだから、何だろう、みんながなんかいろんなギャップがありすぎて、何だろう、あ、アンナはなんかクールに見えるじゃないですか、でも一番面白いことを言ってくれるし、何だろう、面白いこと言ったら笑ってくれるかな。サホちゃんもなんかなんだろう、おとなしめかなって正直思うけど、全然違くて、なんかもうめっちゃ話聞いてくれるし、話してくれるって感じなんだろうな、どこまでがさ言っていいラインかわからないから、あのなんだろう、なんて言えばいいの、なぎちゃんはもうめっちゃ絵がうまいし、なんか才能にあふれてるのも、もう表に出てきて最近すごい嬉しいそう、あとサオちゃん本当にマッシーさんが好き、もうみんな笑ってくれるしそう、みんな面白いこと言うし、みんな面白いこと言うし、面白いことに対して笑ってみんなでつぼるみたいな、そのなんかサイクルができて、いたの？サイクルができてしまってる。目指して、私の自己紹介ですか？私はもう、じゃあはい、新潟県出身高校3年生の佐藤ひろかです。17歳です。4期生です。特技は星座を見つけることと虹を見つけるタイミングが分かることです。あと、最近は隠してるけど、なかなか披露する機会がないウィンクも一応両目で、両どちらの目でもできるところも特技です。特技です。あとゲームが趣味であり好きなので、趣味であり特技なので、そこも
あと猫ちゃんと今一緒に暮らしています。名前はトムくんです。あ、ウィンクそう、右目の方が得意です。左目ももちろんできます。あとは、私はヒロカッピって呼ばれることがとても好きなので、そう、そうですね、ヒロカッピって呼ばれることが好きです。そう、いずれはみんながカッピって呼んでくれるようになってほしいなと思います。ああそうだ、私左利きで、習字だけ右で、それ以外は全部左です。利き足も左です。なのでバランスが悪いですあとは中学時代は一応テニス部でしたが、高校時代は帰宅部になってますそうだね、あとなんだろうな、アニメとかも見るのが好きなので、ぜひぜひぜひ、あと視力がいいなと思います。こっちが 2.0 でこっちが 1.5 です。あ、8月8日生まれです。覚えやすいのでぜひ覚えていってください。8月8日生まれの、あ、17歳です。あ、違う、うん、17歳で合ってます18歳になる年の8月生まれなので、8月になったら18歳になります。得意なスポーツは、テニス部だったけど、ちょっとだけあのバドミントンも小学1年生から小学2年生まで習っていたので、バドミントンの方が得意です。それで言うと卓球もなんかまあそれなりにはできます。回転をかけるのができますなんか習得しちゃいましたあとなんだろうな、でもやっぱ卓球部には勝てません。あとなんだろう、あとなんだろう、なんだろうね、そう、テニス部だったけど、軟式じゃなくて硬式の方だったので、よりなかなかいない人に慣れてるんじゃないかなそう、女子だけど硬式テニス部だったので、部員が6人しかいなくて、しかもその部員全員ダブルス組めるので、ベスト8から大会とかが始まって、1回勝てればベスト4みたいな感じだった気がします、気がします、気がしますそうそうそう、そんな感じ。あとなんだろう、あ、前衛でした、ダブルスの前衛で、前衛だったけどあんまり別に得意でも得意でもなかったでも公演はすごい苦手だったから、まあいっかっていう感じで前衛になってましたが、あとなんだろうな、あ、好きなキャラクターはジバニャンとハチワレ、ちいかわのハチワレとちょうど猫の話したから、あとは魔女の宅急便のジジが好きです。ジジだっけ、こっちに行きません、こっちに来ません、トムくんがこっちに来ません。あ、来た、ギリギリで来ないんだよなそう、好きな色は青色です。ペンライトカラーが青々なので
青色が好きです。あと灰色が好きです。なぜかというと服が灰色だったらあのトム君の毛がついててもバレないからです。黒だとバレるのでそう、これはなんかシャラシャラ素材だからシャラシャラ素材はつかないんですよご利用した今。そう、つかないから今着てるけど、そういう素材じゃないと黒は着れないので。そう、私は運動神経めっちゃ悪いです。体育もなんかまあ普通に3だった通知表、なぜかは分かりません。でも2じゃないからいいかなみたいな、いいかなと思うところはありました。あ、好きな食べ物は焼きマシュマロが好きです。まずあとあとなんだろうな、なんだろう、あ、イーマのダーメが好きです。あとはなんだろうな、でもいっぱい好きだな、なんだろう、サバの味噌煮が美味しいなって最近思いました。あとキャラメルアイスが好きです。じゃあこれ10個言ったらにしよう。待って、なんだろう、本当になんだろう、足は速くないです。待って、本当に出てこない。好きな食べ物、好きな食べ物、なんだろう、好きな食べ物、でもなんか本当に好きな食べ物いっぱいあるけど出てこないな。なんだろう、あ、飲み物に行ってもいいですか。飲み物だったらミルクティーが好きだし、あとこれで埋めていいのかな、ピーチソーダが好きだし、グレープソーダが好きだし、あとスポーツドリンクがめっちゃ好き、ハイチュウもめっちゃ好き、ハイチュウ大好きです。グレープ味のハイチュウが一番好きです。お肉は好きです。重くないやつなら好きです。あ、味噌菌も好き好きなアーティストさん、アーティストさん、ごめん壁が、アーティストさん歌、でもアイドルが本当に好きだからアイドル大体聞くし、どんな音楽聴いてるかな、あ、ビーズさんが好きです。はい、あとはなんだろう、好きなアーティスト、あんまりそういうあんまり話はできないかも。歌系はいっぱい聴く曲はあるけど、その面白みのない曲、なんだろう、同じアーティストの曲しか聴かないから、そのあんまり面白みがないかも。アーティストっていうジャンルでその話せって言われても、その大体アイドルアイドルのこの曲のこのところが好きでっていう話しかできないので、そのアーティストさんはとても話すのは苦手かなと思います。でもあの今回の LINE ミュージックのさほちゃんのプレイリストめっちゃ聴いてるめっちゃなんかすごいいい曲ばっかで聴いてます。センスいいなって思いながら聴いてるそう、楽器は弾けません。でもベースね、挑戦してみようかなと思います。あとなんだろうね、なんだろう、でもいっぱいあったからな。どこのグループが好き、どこだろう、でも乃木坂さんも好きだし、日向坂さんも好きだし、あと桜さんと、あと欅さんも好きだし、あとなんだろう、何聞いてるんだろう今。48グループは全部聞いてるし、
最近ハマってるのはラブトリップAKB さんのラブトリップがなんか一番私がその AKB で山本彩香さんを知った曲より一番知った曲一番知るきっかけになった曲がラブトリップだった。総選挙で。そう、そう一時期さ「ティーチャーティーチャー」とか「ジャーバージャー」とかのあのサッシーさんと山本彩香さんのあのシンベが大好きでした大好きでした。なんかちょっとクール系でそういうところが本当に好きでしたそう、うん、であと今のあのアイドル現役アイドルさんだともう山内瑞希さんが大好きです。山内瑞希さんが個人的な、なんだろう、理想像に一番近い近い山内瑞希さんが大好きだー大好きだー。もう猫アレルギーっていうあのチーム4さんのあの曲があるんだけど AKB に皆さんぜひ聴いて。猫アレルギーっていう曲もうあれを私大好き通訳のなんかさ翻訳した後のそうズッキーさん山内瑞希さんがセンターなんだけど私あの曲が一番大好きです。なんか可愛いでもう全部詰め込んだぜっていう曲。猫アレルギーだし個人的になんかストーリー性もある曲だからぜひ聴いてくださいあと「おはよう」から始まる世界が一番好きかな。おはようから始まる世界はもうなんだろう、日向さんに感謝しかない個人的に。なんか何回聴いてもいい曲だから、そう私がいつか披露してみたいなと思う曲ですね。ラブトリップとおはようから始まる世界と猫アレルギー皆さんぜひメモしててください。いつか披露した時に目標が達成できたんだなと思いながらあとなんだろうな、あ、歴代のアイドルさんで言うと HKT の雲上ひろなさんが好きだったし、誕生日が確か1日違いなんですよ。あとはまあ山本彩香さんが大好きでした。あとは誰だろう、こう言うと出てこないよね。あ、でもイコールラブの斉藤渚さんと山本、あ違う、山本彩香さんが出てきちゃったやばい、もう誰だ、侵略されてるもん。斉藤渚さんが好きです。あ、NGT はもうゆなこさんとさやさんが好きです。あ、ノイミーさんはみんな好きだな、みんな好きだな。入るきっかけが鈴木ひとみさんで、髪を切ったきっかけは沖花さんですそう、あ、さゆやんさんもめっちゃ好き。なんかもう絶対に優しい人なんだろうなって思います。ゆなこちゃんとお話ししたことは秘密で秘密で、ぜひ秘密で。そう、忍者になります。
そう、でも憧れの人はいっぱいいるなという印象ですね。なんか全てに憧れがある。まあ、いずれメールとかを楽しみにしていただきたらなと思います。なんか時間は大丈夫？どうしよう。じゃあそろそろおしまいにしようかな。夜ご飯食べます。今日本当にいい窓の雨で、朝からなんだろう、朝から生きてきました。もういい窓の雨を食べて食べて食べてずっと食べて生きてきました。これ本当の話、あの嘘じゃなくて、昨日なんとラーメンを食べちゃったから、なんかお腹が空いてると言えば空いてるけど、空いてないと言ったら空いてなかったので、そう、なんかさ、お腹空いてる状態の方がちょっと集中できるじゃん。満腹になると集中ができなくなってしまうので、今のラーメンを食べながら、そうそう、いっぱい話したいことがあったから、なんか全部話してしまったし、なんか急に真面目になるのが本当に私のショールームの醍醐味であると皆さん思っててください。明日の当日券当たりますように。大丈夫です。久々にキャッチフレーズいきます。だって覚えてるかな。大丈夫だよね。覚えてます、覚えてます。2ヶ月ぶりとかになる気がする。いきます。合ってるよね。なんかすごい自分でも心配になってきた。いきまーす。88個の星座よりも一番輝いているのはイロカ。合ってるかな。ありがとうございます。お砂糖16個分の甘い時間を皆さんと一緒に過ごしたい高校3年生になりました。18歳のひろかっぴこと佐藤ひろかです。よろしくお願いします。え、合ってるかな。大丈夫だよね。なんか間違えたことないよね。大丈夫だよね。そう、終わりです。18歳って言った、今。私まだ17歳です。ギリギリまだあと2ヶ月で18歳だけど、あー、なんか緊張した今。ふー、そう、8月8日でなんと18歳になってしまいます。全部18が今回はつく。やった。今年って2024だから、全部2+2は4で、4+4は8で、全部8だー。今年はめでたい年だー。やったー。偶数の年はね、なんか個人的にはとっても、なんだろう、そう、2023、2024、偶数の方が個人的には好きだなって思うので、イエーイ。8がすごく好きです、私は。もうこれはもう子供の頃から植え付けられたことなので、この一番忘れることがないんじゃないかなって思います。もう本当に自分の誕生日に誇りを持ってるのって、私なかなかいないと思ってるので、ぜひ8月8日一緒にお祝いしてください。私は本当に8に、あの、信じられないぐらい誇りを感じているので、ぜひよろしくお願いします。じゃあ壇上読みしていきます。いきます。
13位なみなみのルカさんありがとうございます。12位富之助さんありがとうございます。11位指原部さんありがとうございます。10位ケオさんありがとうございます。9位マサさんありがとうございます。8位ミミレパパさんありがとうございます。7位カンちゃんありがとうございます。6位ゆうくんありがとうございます。5位ポチさんありがとうございます。4位マサさんありがとうございます。3位松尾さんありがとうございます。2位ビールバラさんありがとうございます。そして1位はカマさんありがとうございます。ありがとうございます。皆さんありがとう、ありがとうございました。明日は何時頃にしようかな。公演があるので、じゃあ朝かな。でも朝も早いしね。どうする？朝して、で夜もできたらします。できたら一応朝にしとこうかなと思います。それじゃあ多分明日はゲリラになってしまうけど、よろしくお願いします。それじゃあまたね、バイバイ。ありがとう見てくれて。夜ご飯食べてきます。またねー。